皆さん、こんにちは。SGP フォレスタ TV です。さあ、今回はですね、新型アウトバックであろうスパイショットが飛び込んできましたのでご紹介していきたいと思います。国内アウトバックは2025年3月31日をもって受注を終了するといったねえ、残念なニュースがありましたけれども、北米では時期型の アウトバックが開発されているといった形になっていると思います。で、今回ご紹介するのは、アウトバックなのこれってね、えー、思えるようなデザイン。もしかしたらタイミング的にアセントなんじゃないかなってね、思える、そんなデザインになっております。ただですね、アセントにしては、 ちょっと前行が低いし、アウトバックならではの装備も備わっていたので、おそらくこのスパイショットは直型のアウトバックになると思います。それでは、まずフロント周りからね、見ていきたいと思いますが、フロント周り、皆さんいかがでしょうかこれまでのアウトバックとは、 全然違うデザインだなとね、言ったそんな印象ですよね。特に特徴的なのはヘッドライト周りです。こちらの画像をご覧いただくと、ポジションランプとヘッドライト、それが若干離れて位置しているっていうね、そんなデザインになっていて、 三菱のアウトランダーであったり、日産のエクストレールみたいな、そんなね、ヘッドライトのデザインになっているなと思いますよね。ただこちら、スバル車なんだろうなって思うところは、この字型であろうポジションランプ、デイライトが備わっているといった形になっております。このスパイショットはね、かなりカモフラージュが濃くなっているので、 ま、詳細なデザインはわかりませんけれども、バンパー周りを見ると、ちょっとね、ゴツゴツした印象があります。で、これはなんとなくなんですけれども、新型フォレスターのオプションのバンパーですね。そのデザインに似ているかなといったね、そんな印象を受けます。そして、フロントグリルを見ると、 クロストレックのフロントグリルのようなデザインが施されているといったところでしっかりね穴が開いてますからこれは EV 車じゃなくておそらくガソリン車になると思いますもうかなりねフロントマスクのデザインは変わるのでこれまでのアウトバックとは全く違うデザインで時期型は 販売されそうな、そんな印象を受けます。で、ただね、この車には、スバルマークもついていないし、本当にスバル車なのってね、思うかもしれませんが、しっかりアイサイトをご覧いただくと、三眼カメラが備わっておりますので、これは間違いなくスバル車だと言ったことがわかると思います。そして次はね、左斜め前からの画像になりますけれども、 これを見た瞬間ですね。いや、でかいと思いました。BT 型アウトバックより明らかにサイズはアップしているなといった印象を受けます。この画像を見て大きさを感じるので、磁型のアウトバックはかなりね、大型化しているんじゃないかなと思います。 いやーこれは結構大きいですよね。そして次は、えー、真横からのね、えー、画像になりますけれども、そうですよね。やっぱり長い。長いです。大きいですね。本当に。ただやっぱり前高がアセントみたいに高くないので、うん、多分これはやっぱりね、アセントではなくて、磁気型の アウトバックなんじゃないかなといったね、そんな印象を受けますよね。で、この画像横から見ると、なんとなくね、視界の良い車作りがされているんじゃないかってね、わかりますよね。サイドガラスの面積も大きくてですね、視界の良い車作りがされているんじゃないかなと思います。そして次は、えー、後方のね、画像になりますけれども、 この画像から読み取れるところがあって、それは何かというとですね、シャークフィンアンテナをご覧いただくと、そこにカメラがね、仕込まれていると思います。BT 型のアウトバック後期モデルからスマートリアビューミラーがね、追加されましたけれども、そのスマートリアビューミラーのカメラは、シャークフィンアンテナに仕込まれているんですよね。 シャークフィンアンテナの中にカメラが仕込まれているっていうことは、この車、アウトバックの確率はかなり高いと思います。アセントだとこの位置高すぎると思うので、おそらくアウトバックだと思います。で、この画像ではね、ブレーキを踏んで、テールランプが光っている形になっておりますが、ブレーキランプは LED かなと思います。そしてウインカーは、 これはなんか LED じゃなさそうなね、そんな印象を受けますね。そしてこちらは、えー、もう少しね、遠くから撮った、えー、リア周りの画像になりますけれども、やっぱりね、長くなってるなっていうね、そんな印象は受けます。リア周りのデザインは、これだけ見るとなんとなく新型フォレスターに似てるのかなってね、 そんな印象も受けますよね。そしてこちら、またサイドビューになりますが、この画像ではルーフレールにスーリーのベースキャリアがね、取り付けられていますね。さらにヒッチメンバーも取り付けられていることがわかります。このリアハッチのデザイン、どうですかね。ね、やっぱりこのカモフラージュがかかると、デザインはわかりにくくなりますね。 で、この画像からですねえ、若干室内が見えるんですけれども、えセンターにナビっぽいものが映っている感じがするんですよ。ただこれ、開発車両なので、何かのモニターかもしれませんけれども、まあ、最近のスバル車にはね、11.6インチの大型モニターが標準装備になっておりますが、 この磁気型アウトバックであろう車両はですね、そういったものではなくまたちょっと新しいものが付く可能性もね、あるのかなといった印象を受けます。さらにこの車、サイドステップもね、備わっておりますね。現行型 BT アウトバックはワゴンタイプにはなりますが、磁気型はね、ちょっと形を変えてくるのかなっていったそんな感じですね。 はい。ということで、今回はですね、えー、時期型アウトバックであろうスパイショットをご紹介いたしましたが、いかがでしたでしょうかいや、この画像を初めて見たとき、いや、これ本当にアウトバックなのってね、ちょっと目を疑ってしまったんですけれども、アウトバックは国内での販売が終了するので、この時期型アウトバックは完全に 北米に向けたデザインになっているなっていうね、そんな印象はあります。スパイショットが撮られているっていうことは、北米デビューも数年後っていうね、ところになると思いますので、この時期型アウトバックのデザインが、どんな感じになるっているのかっていうのは、ちょっと興味深いところがあるので、このカモフラージュが撮れた姿を、 早く見たいなと言ったね、そんな印象はあります。ということで、今回は磁気型アウトバックスパイショットをご紹介いたしました。それではまた次の動画でお会いしましょう